宮沢さ友さんに伺いたいと思うんですがエクスカバリーにちなんで宮沢さんこれはエカリバエカリバエク失礼しましたなんて言いました僕エクスカバリー失礼しましたなんという見逃すわけにはいかがしませんでしたエクスカリバーエクスカリバーにちなんでこれは絶対克服できないと思っていたけれどできるようになったという経験があればああの私パクチーですパクチーはい あの私以前、中国によく行く行お,お仕事で中国によく行かせていただいてた時期があったんですけどその時も挨拶の次にあのパクチーなしでっていうことを言えるように中国語を覚えてたぐらい <laughs> 本当パクチーダメだったんですけど、はい、数年前にお友達に誘われたご飯の行,くさ行った先が、はい、パクチー料理屋さんで <laughs> <laughs> どんな料理にあらゆる料理に全てパクチーが入ってるっていうもう。 <laughs> い,じ<め> <laughs> いじめですよ確かに今はいじめだったのかなとは思いますけど <laughs> まあそこのご飯屋さんに行ったのをきっかけに、うん、なんか舌があの他の。 調味料とパクチーをちゃんと区別できるようになって、うん、それで今一番好きな野菜パクチーっていうぐらい大好きに変わりました、えー、すごいですねそんなに劇的に変わるようなことが、ね、そうなんです大人になっただけかもしれませんけどね、えー、私自身が、はい、苦手だったけれども今好きっていう、はい、大好きですあそうですかえちなみに結構今も食べられるんですか今もよく食べます,、えー、すパクチーだけのサラダもよくお家で食べます、えーうん ありがとうございます。<laughs> はい、ありがとうございます、はい。それではお待たせいたしました。本日ここで解禁されるビジュアルがございます。こちらです。実際に本番でも着用する衣装を着ての撮影だったと伺いました。これなかなかです。撮影いかがだったんでしょうか。私この 撮影の前、うん、5日間ぐらい断食をしして撮影挑みましたそれぐらい結構タイトで、えー、そのラインが結構見えるお衣装だったりするので稽古に入ったら痩せれるかなとは思っているんですけど <laughs> 急,急に猫、ね、撮影とかするときに着るってなったときはちょっとあれだったんで、えー、5日前から断食して挑みました、えー、あそうだったんですね。<laughs> うん